三四郎ですオールナイトニッポンやってます業界のメインストレームど真ん中報復絶頭の2時間にリスナー全員くりびツ天魚の板踊ろぜひ聞いてください楽しいです放送は毎週金曜深夜1時からいやー面白い三四郎のオールナイトニッポンこんばんは三四内田間修司ですこんばんは小宮博信です2019年12月6日金曜日この時間我々三四郎がお送りしてまいりますはい 関東で初雪ですって。今朝水戸市で、降ったんです。っああ、でも、雪がね、降っても、小宮とはやっぱり雪合戦したくはないよね。あ、そう。うん、先週ちょっと怖いこと言ってたから。すごい怖いことを言ってたから。言ったっけ。いやいや、言ってたよ。え。雪の中に、あの石入れて投げる。いやいやいや。

今はやらない昔のこと昔やってたも怖いのよやっぱ怖いかフードに雪入れるっていうのねそれどうでもいいのよその後でしょスララで刺した後にフードに雪入れるんでしょいやそれどうでもいいのよそこじゃないのいやいやそれ可愛いのねそれぐらいにしといてほしいのよまあそれぐらいにするから大丈夫今はやんないからスララは本当にやばいスララはやばいな うん、確かに血だからわかるわかるうん大丈夫もうやんないもうやんないからもう仲間外れにしないで怖えもうちょっといやいやいやもうやんないから怖え<い>普通に普通にやるから、うん、普通にやる、うん、ちょっと信用できないんだよなでもまたこれなあ,あんまり仲間外れにしたらなあまたそれはそれで場所とか嗅ぎつけてなんか参戦してきそうないやいやそんなことないよ <laughs> そんなことない雪が普通にやるって それはだわんななことい石入りの雪玉持ってつらら持ったやつが急に合戦に普通に投げるだけだから楽しいもんだから雪合戦いやそうでしょそうあってほしいんだけどさ怖いんだよ怖いったって普通に丸めて雪おらって投げるだ怖いんそれがそれ怖いんだ石入ってそうじゃんそんなやついやいや入ってない入ってないから入ってないやつで入ってないやつでおらってやるから いや怖いんだけ入ってそうなんだよ。爆竹投げるし。爆竹じゃん。せめて雪でコーティングしたりして、もう爆竹じゃん。爆竹投げる。爆竹。いやもう仲良くやろうよ。だから一緒にやろうって。雪合戦ね。雪合戦ね。そうそう雪合戦。雪合戦はいいけどね。まだ降ってないわけでしょう。 いやいや、もう東京でもまだ降ってないわけだから。東京、まあ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 、ねうん、だから爆竹でもいいかなと思っちゃったんだけど。そうそうそう。怖<え> <laughs> いからな、うん、やっぱ。そう爆竹は爆竹、あの中国のお祭りとかで、ね、うん、あのある爆竹あるじゃん。あれちょっと仕入れて。 あれでりますめちゃめちゃ長いやつめちゃくちゃ長いついつ終わんだよってそうそう放り込むって形になるの投げるってかそれを敵陣に放り込むびっくりさせるびっくり放り込んですげえ逃げるってそうそううん パーカーに放り込む。パーカーに。パーカーに放り込んで逃げるって。雪だけにしてパーた。うん、可愛くないの、全然。うん。可愛い遊びだから、雪合戦って。あ、そう。そうよ。うん。もうや。フードに雪の方がまだいいから。フードに雪。フードに爆竹ね。フードに爆竹やべえから。一番怖い。うん。うん、もうやんない。もうやんないから。もうやんないって言ってんだろ 怖やる人 <laughs> もうやる人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 やらないって切れたらやる人じゃんええ怖<っ>やらないって絶対雪合戦の場所だけ伝えないでこう怖すぎるもうらんないから <laughs> 仲間入れてくれよ怖い入れないとやってくる入れないと爆竹投げてくる怖い 殺される ?OKOK じゃあまあまあまあそうだね誘う誘ううん OKOK いつだよね日にちいつだよまばまばじゃねえよ引いてんじゃねえかちょっとバレてるはい結局結局呼ばねえだろバレてるいつもそうだいつもそうおいおかしいだろバケモン産んでる俺エアガン持ってんぞ怖っ 雪関係ねえじゃんエアガンとうんエアガンと爆竹頸動脈にスタンガンそれもやるぞ余裕で怖雪合戦しないんだったらんでだ雪合戦しないんだったらなんでそれになんだよ中国の中国のエアガン持ってるから中国のエアガン中国のエアガンと中国のスタンガンだぞいや 中国の爆しどころか分かんないけどうん爆竹は想像すけど中国のエアガン分かんないエアガン長いやつだエアンも長いの爆竹も長いけどエアガンも長いのスタンガン長いって何いやそのリーチが長いの遠くの人にも遠くの人にてれるようにスタンガンが長いスタンガン長いんだメイドインチャイナメイドインチャイナのやつ怖いだろいや確かに強そうだん。 っって行ったこまあ水戸って言えばね納豆だけどもああ水戸市はでも営業とかで行ったことあるじゃんああるとやっぱ確かにベタに納豆を食べたくなるよね行ったらねあ行ったらなるならケータリングとかで出てたらだけど行ったらなるかないやもうケータリングで出てたらテンション上がんない ああ朝ねあの朝朝朝朝朝,朝,朝ののちっちゃいやつねちっちゃいやつそうケータリングとかで出てたら、うん、まあうんそう確かにねちっちゃいやつね、うん、だ普段から僕食べてる,べてるあのあの水戸市行ったからとか関係なくふだ、うんそう普段から食べてあの納豆いやわかるよあでも普段から食べてんだけど、うん、あのそういうところで食べるのが格別にうまいよね 朝ね、バイキングとか、あと、旅館の朝食のやつ。旅館の朝食で、納豆、ちっちゃい器で、納豆大きめね。納豆、納豆大きめはね、敬遠しがちなんだよね、東京では。でも、そ朝食のやつだったら、なんかいいんだよね、納豆大きめ。納豆、なんであんなうまいんだろうな。旅館の朝食はうまいよな。うまい あれだからあれ目的で納豆目的でさ宿泊プランみたいなさ旅とかでさ取るときに宿泊プラン朝食付きプランにするもんね。あれを求めてする納豆との苔もあるし海苔って東京じゃ食べないの苔にしょうゆでご飯に巻いてとか食べないけれどもあそこ行ったら食うよな。食ううなん あとついてて嬉しいの温泉卵ね。うん。<laughs> う <laughs> 温泉卵な。あれうまいんだよな。<laughs> その海海とかもさ、うん、あの味付け海じゃなかったら、うん、えーってなるわけよ。東京とか、うん、旅館だったら全然余裕の。全然余裕。うん。 それはそれでも一興でいいですね。久々に味付いてないやつじゃん。そう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 。お新香とかもあったりね。最高ね。それ鮭ね。はいはいはい最高ですね。そう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 。それ目的で言ってんだから。そう。あれはね。あれはうまいよ。うまいよな。うまい。納豆はうまい。また海苔も四五枚しか入ってないんだよなあれ。 ああ。絶妙な枚数。はいはいはい。ノリあの、海苔あの開けるとき切れちゃうよね。ノリ海苔ごと。あの、ちょっと難しい。に寄せないと切れちゃう。そうそうそう。切れちゃう。ボロボロしちゃうんだボロボロしちゃう。あれ難しいよね。難しいけど。 1> m 1ね決勝進出者発表されましたけども、うんえー、インディアンスミルクボーイオズワルド見取り図かまいたちペコパ、からしれんこニューヨーク末広ひろがりずと、えー、いうことで見取り図とかまいたち以外7組が決勝初出場っていう、うん、これすごいよねすごいなんか渋いメンバーだな渋い、うん、末広がり 特話は、同期。同期でね、性広がりです、ね。同期なんだ。そう多分、ね、同期で、そうそう、ネタとか見たけど、漫才って感じじゃないもんね。行くとは思わなかったよね。ああ、確かにね。五年ぐらい前に、一緒になった時、あったもんな、地下ライブとかで。 太鼓みたいなの持ってるもんねそう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 あのそうそう伝統芸能的なやつでもういっとかの伝統そうか伝統芸能枠でホテイソンが落ちたのかそうだな多分伝統芸能枠あるんだろうねうんなるほどね仲いいのはいる仲いい人はうん仲いいっていうか喋ったことああニューヨークとかはまあそうかまあまあニューヨークはそう嶋佐とかは高円寺に住んでるからああそうなんだそうそうそう うん、だから結構飲んだりはするけどなるほど俺は、えー、インディアンスの田淵かああ田渕、ね、インディアンスの田淵は仲いいからねもう旅行とかにも行ってるしそれこそ、うん、<ー>毎回毎回でもその帰るんだよねインディアンスの田淵は間、うん、とのなんか飲み会に途中で帰るって言ってなかった<る>なんかそのああ毎回ではないけどなんかあのー、まあ1時間2時間ぐらい経ったぐらいで次行こうかみたいなこと言うと、うんうん あの急に顔がこうしぶり出すんだよね。うんうん、どうどうしたみたいなことを言うと、あのちょっとすみません。っあのー、サンチャーであの白、ー、いのダイオさんがあの飲んでるって言うんで、あのー、<laughs> ちょっとそっち行ってもいいですかみたいな。うんうん それが頻繁にあるんだよね。ごめんなさい、あの、頻ネズミの河原さんが飲んでるって。とか、結構、怪しくない怪しくない別に一緒に行ってもいいわけでゃないや、まあまあまあね。大悟さん、ちょっと聞いてみますそれはね、それは誘われないね。一緒に行こうっていうのは誘われないから。怪しいな。確かに、怪しいな。あれ嘘嘘だな。切り上げようとしてる切り上げよう早めに。うそ実際まで旅行に行ってんのに 実力者断れないからねこっちもね「あっじゃあじゃあそれでしたら行ってきな」って言う,からう言うしかないからじゃあそんな仲良くないな <laughs> <ー>せ仙台の時は帰ったちょっとごめんなさいちょっと呼ば,れたっの時呼ばれたって言ったら確実嘘ってわかるから俺が<う>あれおかしくないってなるからいやもう逆にもう「行っておいで」ってなるよ <laughs> そんなもう「<laughs> ごめんごめんね」って「そんなつらかった?」ってなるわ <laughs> いやいやい、やもういいよって <laughs>。言い訳しなくていいから、もう帰りなって言うよ。<laughs> 確かにね。そこまでしたら。てか、敗者復活がめちゃくちゃ豪華よね。うん。ちょっと誰が上がるかわかんないの、わかんないんだけど。うん。和牛さんとか持ちてるか、ね、和牛さんね。 うん、トム・ブラウンとかもいるからなかトム・ブラウン準々決勝めちゃくちゃ受けてたバカ受けそうああ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 あだからそのままいくと思ってたんだけれどもう違うのかうんそうかホテでもないのか伝統芸能枠が一個埋まってるからだったらねそれかその枠があるんだったら <laughs> そうだけどすゑひ広がりずに怠けるとは思ってなかっただろうね、うん ぽい感じではあるもんね。補正層の方が。<laughs> まあまあまあね。う, <laughs> う難しいよな。よ僕らがええー、そうね廃車復活に参加だっけ？っけ参加できなかったよね。うん、ああそうか注入結者で落ちたんだ。あ<ー> <laughs> 忘れちゃったそう。だから結構、まあ結構、当の昔のことなんで、忘れちゃいました。もう都合がいいように。最近ですよ。うん。決勝当日のね、あの、敗者復活の恒例のやつがね、できないからね。あ、恒例うん。ゃん待っててねえがね。ゃん待っててねえね。あるよね。そうそうそう。屋外の中継があってね。はいはい。本放送が始まったときよね。うん。大会の決勝が。で、あの、陣内さんが MC の、あの、もう、 えー、テレ朝の屋外のあのステージみたいなね、うん、広い広場があるんだよね。あそこで中継つないで、一人ずつ振られていくんだよね。うんうん、そ,うそうそうそう。一人ずつ振られてって、えー、まあ、三四郎みたいな。うん、呼ばれて、まあまあゴミ、小、え、宮、ー、小宮なんかあるかみたいな。人生に振られて、抹茶待っててねっていう。あれがちょっと恒例。抹の会場から行くから待っててねっていう。うんはい、はいはいはい。そう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 。それを。うん。まあ、去年ぐらいからちょっと、そう。うん、侵食されちゃって。そうね。<laughs> マジカ・ラブリーね、あのくんが先に行っちゃったんだよね、えミちゃん待っててね、苦肉の策で僕、まっちゃん待っててねって、その後それは弱いから、巨人ちゃん、巨人ちゃん待っててねって言ったんだけど、大変だったよ、あの時はびっくりした人い。で、そこでちゃんと突っ込んでくれたから、間、よかったけれども、その前の年がちょっと変な、一瞬、一郎なんか、あの、 変な空気にししたたことががあっっね間何でけか僕が「まっちゃん待っててね」一番最初に行った時かな「まっちゃん待っててね」って言ったら間がかぶせたんだよね「まっちゃん待っててね」って僕の真似でそしたら松本さんが「何やあいつ」みたいな小声でガチな空気でやばいよピリッとした声っていうか音声こそ拾ってはいないけどそうだよ口の動きで分かった何やあいつ あんまり関係性ないでしょ <laughs> 間もだって水曜日のダウンタウンも一度二 <laughs> 度ぐらいしか出たことない、ね、いうダウンタウンデラックスも出たことないぐらいの時だもんね。んそれはちょっとだめだよ。<laughs> なんで繰り返したのってなるし <laughs> テンポよく行きたいし松本さんだって「まっちゃん待っててね」「何でお前が言うんだよ」「何でお前がタメ口なんだよ」とか言いたい中「まっちゃん待っててね」って。うん まっちゃん待っててね。どういうことだよ。行ってやろうと思って。いや、行ってやろうじゃないんだよ。<laughs> かましてやったっていうことじゃないから、あれ。ピリッとしてびっくりしたわ。やりたかったわー。まっちゃん待っててね。<laughs> うん、あれないとなー。かなーちょっと閉まんないよなー。うんうん、年末が。あれないとなっていうわけじゃないんだけどな。なな結局かな。いやいや、じゃなくて。決勝行かなきゃ。<laughs> とりあえず <laughs> あれに向けてやってるもんねあれに向けてやってないっていう言うとしたら俺が言うからそれあれに向けてやってるっていうボケは年やろうお前何やるんだ,年だから。<laughs> いやいや大変だぞ巨人ちゃんまで行っちゃってるわけだから <laughs> その先がないわけだからさどこ行ってやろうかってなるといやラストイヤーだからまあ決勝目指して頑張りましょうってことなんだよ <laughs>、うん。頑張りましょう、はい、それでは始めていきましょう三四郎のオールナイトニッポン 三四郎のオールナイトニッポンライ日本やってます業界のメインストリームど真ん中報復絶踏の2時間にリスナー全員クリビ光天魚の板踊ろぜひ聞いてください楽しいです放送は毎週金曜深夜1時からいやー面白い